始まりまりした国際夫婦によるるゆるゆゆポッドキャストはいみなさんこんにちはおかえりなさいおかえりなさいはいみなさん月も変わりましてはい月は6月です6月 <laughs> はいもうね6月ってことは今月が終われば、うん、今年の半分が終わったってことになるよね早いな早いよみんないつもね毎年早く感じるけどね,ね<ー>でもなんかね 早いね, <laughs> 早いねだってもう、まあと半分になったらもう2024年いやーもうねなんかコロナねこの間友達と話してたけど、うん、コロナのせいでなんかここ34年間がすごくは早く感じた気がする早いねだって2020年からのスピードってのがすごいよね、うん、なんかい2020年がもう,もう人生で一番早かった年だと思う,うん、うん、本当に。 なんかパッて終わった気がする、ね、でもねほらほぼもう家にいたじゃんだけどさ、うん、なんか毎日いろんなことが起こりすぎて、うん、なんかもう本当にね集中できないって感じで<う>自分たちの人生にだからなんかすぐもうはい2020終わり2021年、はい、2022年って言って,てったねえ21年のね2月にシアトルに引っ越してきて、うん、でそこからもう2年以上 そうだね、2>, 2年半も経つからさシアトルに2年半も住んでるって実感もないねあっという間だっておはようはね3年間だったよだ,、ね、だってもうすぐおはようと同じね長さになっちゃうからそれ本当に信じられないだ、ね、かおはようの方が倍ぐらい長く感じたんだけどねえ、うんね、あっという間時間がおかしくなったのかなそれか自分たちがちがょっと年齢を重ねて その1年の過ぎるスピードを早く感じてるのかそうかもなんかねそうなんか俺のお父さんとかいつもそんなこと言ってたけどね、うん、なんかすごい早いな,なんかもう子供が大きくなっちゃってもうやってみだったとかって言ってたから、うん、まあそういうことかってね<ー>ちょっと悲しいねそうねしょ自分たちがちっちゃい時なんてもう1年がすごい長く感じた、うん、なんかね夏休みとか夏休みとかはあっという間だったけどさ、うん、でもなんか ね、え早くもうちょ五56年生になりたいとかさまあね思ってたけどねすんごいもう永遠に感じたもん学生時代がいやーでも夏休みも長く感じたよなんかほら1か月とか2か月じゃん,うん、うん、だけどそれすごいなんかえ一1か月もあるって感じたあの時は <laughs> だけど今は1か月なんてもうすぐ <laughs> すぐ終わっちゃう、ね、だってイタリアに行って帰ってき、ね、帰ってきてからもう帰ってきてからもう 1> 1ヶ月経ってるし、うん、ね恐ろしいな時間に対しての感覚が変わっていくんだね変わっていくんだねそうまあ6月っていうことはね、あのー、プライドマンスでもあるんですよ、うん、皆さんそう、うん、だから6月は結構あの週末にねそのイベントやってたりとか あの今月6月末の週末にはあのシアトルのダウンタウンメインの場所であの大きいプライドパレードとかが行われるんだけど、うん、あの昨日はね実は自分たちの住んでるところから、まあ、ちょっと歩いていけるところの公園、まあ、YouTube 動画見てもらってる方はわかるかと思うんだけどボランティアパークっていう公園がシアトルにはあるんですけどあの、ね、そこであのプライドのイベントがねちょっと昨日行われてたのでブレンと一緒に行ってきました。 でそういえばさなんかこのポッドキャスト聞いてる人でもしかしたらプライドって何ってなる人はいるかもしれないから、うん、それについてちょっと説明した方がいいかもね。そうだねそうプライドマンスっていうのはあの、まあ、世の中にはね、まあ、自分とブレーみたいにその男性で男性が好きな人とかまあゲイとかあとはそのレズビアンの人とかトランスジェンダーの人とかあのバイセクシャルの人とかあのその他。 いろ,い,ろね、いろんなセクシャリティがね世の中にはあるんですよ。でそれをあのいろんな多様性を認め合っていこうっていうことであのその6月がそのなんていうんだろうね強化月間じゃないけどなんかそれがすごくメインに、うん、いろいろイベントが行われる月になってて、うん、なんかその6月になるといろんな企業の人たちがなんか自分たちの会社はなんか LGBTQ こういうとこサポートしてますよとか。 そういう団体がね声を上げてブースを出したり、うん、イベントに参加したりとかするんだよね日本はあのまたちょっと違っていつもゴールデンウィークぐらいに行われるんだよね4月末から5月の頭に向かってプライドウィークっていう1週間かけての,あの,そのプ,ライプライドその多様性を認め合っていこうっていう強化 強化週間みたいなのが行われるんだけどね。そう、でもこっちはプライドマンスって言って、その期間が一週間じゃなくて、一ヶ月にね。うん、なって、その一ヶ月は結構どこもかしこも、あの、レインボーだらけ。まあね、なるんだよね。<あ>ね <laughs> いい意味でも悪い意味でも <laughs>、そうそうそう。そうね、もう毎回ね、この月がね、来るとさ。あの、まあ、楽しくなるし、終わりの方になるとね、うん、ちょっと。 が終わってしまうみたいなね,ね感覚になるんだよね。なんか俺らはは、俺らはは、俺らはそのままじゃん。なんか別になんか一ヶ月の期限の存在じゃないからさ、なんかなんか6月が終わった後にそのプライドのものがなくなると。 ちょっとなるけど一、ね、年中ねずっとやってる会社もあればあの本当に 6, 6月しかやらない会社もあるからそれでなんか <laughs> 分かるよね <laughs>。そうだね。本当になんかそんな感じな<る>日本でも有名なラッシュ」とかは結構あの1年間通してあのいろんなイベントとかその。 プライドに関することやってたりとかするんだけど、うん、そう他の企業とかもねちゃんと力入れてるとこもあるけどそのプライドマスが終わっちゃうともうあのどっか行っちゃっうん、<laughs> みたいな企業もね,ねちょっとちらほらあるからそ,うそこら辺はねちょっと複雑な感じがするけど、ねね、まあそうね <laughs>、うん、まあでもこのね月は本当にまに、あ、自分たちにとって結構なんだろうね元気をもらえるっていうか,かそのパワーをもらえる。 あの月になるよねまあ夏のね始まりと一緒に来るから、うん、なんかそれもあってだから外のなんかイベントもあるし、うんねまあ、楽しいよねねそうだ、ねまあ、やっぱりなんか自分たちも改めてなんか考えさせられる月、うん、っていうかなんか,なんか、ね、自分たちは自分たちのままでいいんだみたいな、うん、そういう。 感覚をね、あのパレードとかそのイベントからもらえるから、ね、そ,うそれはありがたいなって思うそう,だ、ねねうん、そうでそれの,あのちょっとしたイベントにこの間あの土曜日ブレンと一緒にちょっと行ってきました行ってきましたね外でねなんか演奏したりとか、うん、いろんなブース回ってみたり、うん、その演奏聴いたりとか。 そう,そうだからねいろんなブースがあるからさいろんなさ無料なものがもらえるのよ <laughs> そう,そうだからもうそれをさもらいになんかお水も無料でもらえるしブレンはなんかピザもゲットしてねピザも置いたってねそうではその他にもなんか買い物袋とか,<ん>かあのキーチェーンとかこ,、ね、こっちのなんかスーパースーパーの会社がなんかやってた、うん、けどそうなんか買い物袋とか水とかお菓子とかそう,そう,そう買ってたねだから子供たちもみんなね なんかちょっとしたお祭り気分で楽しそうだしそう、ねね、そう子供のためのイベントもあってねなんかそのドラッグクイーンがその絵本を読むとか、うん、なんかそういうのあと子供の、ね、ためのなんかディズニー演奏とかうん、うん、いろいろねあったねそう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 楽しかったねだからねなんか今月末はもうちょっと大きいパレードとかも行われるからできればそれにも参加したいなと考えておりますね,ねはいじゃあ 私たたちが用意してたテーマこのねテーマはね YouTube でも取ったテーマなんだけど、あのー、この間「リトル・マーメイド」の実写版をブレンと一緒に見てきましたそうですはいこれはね YouTube でもあのそれについて上がると思うのでそれ楽しみに待っててもらえれば嬉しいと思うんですけどそうどうでしたかえー、ねえ超楽しかったねうん想像を超えて本当に ももう想像しててよりも本当に良かった、うん、ねえ日本でもあの多分アメリカと同時公開、うん、同時上映されてたと思うから多分もう見てる人は見てるんじゃないのかなと思うんだけど、うん、結構良かった、うんうん、なんかそういうディズニーのリメイクってやっぱり、まあ、自分たちの中では当たり外れみたいのがあると思ってて<う>、ね、<laughs> やっぱり自分たちの中の当たりっていうのは結構原作に忠実な。 あの実写版が自分たちの結構好き、うん、そう離れすぎるとねちょっとあれってなっちゃうね、うん、そうなんかねいろんな「美女と野獣」とかもさいろいろあったし「ムーラン」とかもあったじゃん、うんね、だから結構まあ原作から離れちゃう、うんね、オリジナルな場面も強い部分とかもあるからそれはねちょっと「うーん」ってなっちゃうんだけど、ね、今回の「リトルマーメイド a は結構。 どっちかっていうと原作に寄せたストーリー構成になってて、うん、やっぱりちょくとこどこねあね今この現代の,あの世界に合わせたアップデートっていうストーリーもあったから、うんうねね、もうほぼ30年前の作品だったからねそうだね,ねそう30年前ではこれが当たり前だったんだけど今の世界ではこれが普通、うん、っていうかこれが当たり前だよねっていう、うん。 なんだろう話にちょっと変わってたけど、うん、そうでもそれはすごく素敵なアップデートだなって思った、うん、うね。本当に本当に良かったね。なんか綺麗だったし、うん、あと歌もすごい良かったね。うん、あとなんか出てる人たちも迫力的良かったし、うん、本当にね好きだったね。あの映画は。そうそう。まあこのねディズニーのあ,あの実写版が発表された時は結構いろんな 批判とか、うん、いろんんな声がねあっただそのアニメは白人を起用したのになんで実写版は黒人をあえて使ったのかとか、ねね、そうでもなんかいろ,、ね、いろんな意見があるけどさあったけどなんか、ね、まず「リトル・マーメイドは人間」は人,<形>人間じゃないじゃん, <laughs> <う>なんかもう最初からその根本としてもねもうオリジナルなさ、うん、もう。 創造の世界のキャラクターじゃん。ね、人魚で、ねうんそう、海の中に生きてるっていう,そう、だからもう白人も黒人も関係ない、ね。そうだよねそう原作のアニメは白人だったかもしれないけど、別にそれ誰がその役やろうが。しかもほら、ディズニーのアニメって原作じゃないしね。ベ、うん、トル・マーメイドのもっともっと昔の話だからさ。だからすごいね。荒れてたよね。ね荒れてた。 ななぜかそ<う>割れる必要がないのにねもうそんなに真剣に深く考える、ね、<laughs> まあでもね、まあ、大体変な人っていうか、うん、なんかねもう最初から変な意見してる人たちだったからね,、うん、ねそれがでもなんかそういう人たちにこそまあちょっと見てもらいたい作品でもあったかなとは思うかな、うんうん うん、なんかいろんな家族の、ね、なあんまし言い過ぎちゃうとネタバレになっちゃうからさ、うん、あれだけど、まあ、いろんな家族の形がありますよ、うん、みたいな感じのメッセージを自分たちはちょっと受け取れたからぜひぜひぜひ本当に、ね、楽しいからさ。そうあのなんかセバスチャンとかさ、うん、あのフランダーとかさほら魚とカニ。 いるじゃんだけどなんか最初さ実写版の見た時はさ「えっ?」って思ってたなんか超リアルで顔がちょっと気持ち悪いと思ったしセバスチャンなんてさんかあんなカニだと思わなかったなんかさアニメのセバスチャンって結構さロブスターっていう何でしょエビみたいな形してるじゃん写真みたいセバスチャンのそうんか亀の甲羅をかぶってるようなさアニメーションだったもんねでもさなんか アニメのさ「セバスチョン」うん、ちょっと待って写真見るけどさ、うん、あのなんか頭がさなんかコーラないんじゃない <laughs> 頭はそうでしょだからその頭何、ね、ってならないなるなるだからカメみたいと思ってた <laughs> ねそうだからなんか <laughs> 今回のね実写版でなんかカニを出された時はちょっと戸惑ったよね ね、今見てるけどもともとのセバシアンは体がカニだけどなぜか,か頭が出てきてるみたいな逆にそれが <laughs> 実,写実写版に入ってたらちょっと気持ち悪いんじゃないそうかね,ねそう。だからほんそこはなんか現実の,あの生き物に、うん、あのしっかり寄せて作ってたねまあそこだけちょっと違ったらあれだもんね。海の中の生き物もちゃんとあの今この現在の何かちゃんとしたなんか 生き物、うん、本当の海の動物にな,んかなってるしそうねそうでもなんか映画見ていくうちになんかその違和感っていうのがだんだん気にならなくなってって、うん、なんかその2人ともすごいそれを上回るぐらいのなんかコメディ力っていうか,、うん、なんかそこをうまくコメディとなんとぶつけて仲裁してたみたいな,なんかその大全然大丈夫だった。うん、そうね なんかその口元がなんかそのなんか口紅、うん、口紅じゃなくて <laughs> 唇があってさそこだけを見るとちょっと不思議不思議そうだけどなんか最後にはなんか結構愛せるキャラクターになってたなって思ってた、うん、うもう最初から別になんか嫌だとかって思わなかったけどうん、うん、まあね本当になんかコメディだねうん <laughs> ね日本語でもね見てみたいあそうだね ね、俺はね英語でね見てきたけどうん、うん、ねぜひまだあの見てない方これからねあのまあ誰か友達でも連れて誰でもいいので一人でも、うん、ぜひ見に行ってほしいなと思える作品でしたね楽しいよ、ね、歌も良かったし、うん、<laughs> そうだよなんかあのー、ねなんかブロードウェイの歌も入ってるみたいでね、うん、なんか知らなかった歌も入ってたけど2つ3つぐらい、うん、ね ね、でも全部良かったね,ね。全部好きだった。アースラもかっこよかったし。そうだね。うん。う良、ん、かった良かった。<laughs> ぜひぜひおすすめです。はい。はい。そう、あとはね、その一昨日かもう何曜日になのかな？一昨日金曜日？曜日そう、金曜日にあるゲストがあのシアトルに遊びに来てくれたんですけど。ゲストさん。ゲストさん二人。お二人。はい、皆さん。 ね、私たちの YouTube 見てくれてる方は覚えてるかと思うんですけどあの、うん、オハイオに住んでた時の友達のねあの遊びに来てくれてその友達がブライアン・エイブリーっていう友達なんですけどオハイオに住んでた時にあの結構早い段階でね友達になってもうずっとメッセージまあ引っ越してからもねメッセージやったりとかしててつながってたんだけど、うん、あのいきなりねなんかあのメッセージがこの間来て「シアートにいるけどは」<laughs> いや空いてるみたいな感じだったよね。<laughs> うん、シアトルにあし明日はシアトルにいるよみたいな。<laughs> え,えみたいなで自分たちもねスケジュール調整してあの一緒にねあの、うん、時間作って遊んだんだけどもう本当に会うのが引っ越して以来に違うわ引っ越してその一回ロサンゼルスで一回会ったんだよね、うん、そうだから1年半ぐらいぶりそうだね。 そうだからあ久しぶりってなってでもこの1年半の出来事とか、うん、あの最近の2人の、ね、人生のアップデートとか、うん、まあそういう話をお互いしてもうあっという間にね時間が過ぎちゃったお昼の2時集合をしてでそこから夜の12時ぐらいまで、うん、もうほぼずっと4人で遊んでたから。そうだね本当にそうそう、ね、外で なんかあちこちねシアトル初めてだったから、うん、あちこち連れてってあげてそうそうでなんかどっかでご飯食べて、うん、で家に帰ってきておしゃべりしたりして、うん、ねそしたらもうあっという間にね、うん、過ぎちゃったけどやっぱりね、あのー、楽しかったよねうんね <laughs>、うん、やっぱり久々に会ったってのもあるしあとは何か結構いろんな話深い話までシェアできる友達っていう 感じ歴史があるというかね長い付き合いだからそうなるよねうん、うん、そうだねそうだからなんか楽しかったなと思ってねなんかいつもそうだけどさなんか「えこの2人は何でシアトルにいるの?」なんか「この2人はおはようでしか」まあねうん、うん、ロスでも見たことあったけどさでも俺らが慣れてるさこのシアトルにその「おはよう」の2人がいるの不思議ってなるよね。な、うんうん、なるなる それ誰でも、ね、なるけどさ、うん、だってほら日本に帰った時とかでもさ、うん、アメリカでしか会ったことがないのに日本でその子と会うとすごい違和感だったよね。うん、なにこれって、うん、だからなんか友達のはるかとかさ <laughs> そう今言おうと思った、ね、テネシーにさ住んでた時の,あの日本人の友達なんだけど、うん、そのなんか日本人会みたいな、うん、とこで知り合った女の子で、うん、そう自分たちが日本に帰った時に。 久々にね前会った時になんかえみたいなはるかが日本にいるみたいな不思議な感覚だったよねアメリカでしか会ったことないのにそうねなんかね日本人だけどそれでも違和感あったよねそうそうそう <laughs> なん,かなんか不思議な感覚だっただから一緒にね居酒屋行ったりとかさ、うん、なんかそういうのもうすごい不思議に感じたよねあれもやばいよなんか自分の家族が日本にいた時とか、うん、それが一番だと思う、うん、なんでまあ想像できない自分の家族がアメリカ、うん、でシアトルにいるとか でしょ、うん、<laughs> 不思議だね。ねシアトルは想像できないけど、おはようとかペンチルベニアとかもっと想像できない。もっと想像できないね。ね。いつかあるかもよ。いつかあるかもしれないね。ねその可能性はあるね。ね。<laughs> なんていうか。そう、あともう一つ。あのね。シアトルはさ、すごい。夏がさ、すごい。夜が遅いんだよね。あの、うん、暗くなるのが。うん、大体十一時ぐらいには、あの。 ちょっと暗くなり始めるんだけどでも10時とかは結構まだ明るい状態なんですよ。そうで自分の仕事をね夏のシフトが今まで夜シフトだったんだけど、あのー、今度から朝シフトに変わるので9時から大体まあ夕方までのシフトになるので、うんね、夜はブレンと一緒にこれから入れるようになります。これほぼ初めてだよね かなうんこの仕事してからまあなんか最初の研修の時はね、うん、普通になんか9時から5時までとかだったけどさ、うんうん、そっからなんか毎日が朝朝シフトでなんかここにお帰ってきてるっていうのがほぼ初めてだと思うそうだね夏の間は結構この朝シフトゲットするんだけど、うん、夏が終わるといつもね夜シフトに。 そうなっちゃうね。でも去年でもこんなになんか毎日じゃなかったよ。んなんか時々朝シフトで時々夜シフトとかバラバラだったけど、うんうん、今回は本当にずっと朝シフトになるからね。そうだね。ねそうだから今年はシア島の夏夜を満喫しようかなと思っております。<laughs> そうね。そうだからちゃんとブレンと夜ご飯一緒に食べて<ー>ね、ちゃんと夜は。 正しい時間もう今ていうか最近もずっとなんか朝ごはんとか一緒に食べれるけど、うん、夜ごはんは1人ね別々だけどその逆になるから、うんね、だからもう今ね <laughs> ほら見なきゃいけないドラマとかね全部一緒に見れるね、うん、そうだねうんそれが楽しみ楽しみ ね、だご飯も一緒に作れるしさ、ね、外食もできるし夜シフトはねあのいいところはあのー、交通の渋滞が、あのー、避けれるってところがいいけど、うん、自分のなんだろう性格的には夜シフトはあんまし合ってなくて、うん、なんか自分も仕事とかをもう先にバッて終わらせたいのよね。 時間をゆっくり過ごすが自分の理想系なんだけどだ、ね、まあ夜シフトだとなんか結局は夜、ね、仕事に行かなきゃいけないからお酒も飲めないし外にあちこち行って疲れたくない。そうね、でだって疲れちゃったら夜シフト疲れちゃうじゃん眠くなっちゃうし。うん、でなんか自分は仕事に行く前にちょっとお昼寝も取るから <laughs> そう,、ね、そう本当に、ね、時間がないんだよね。もう本当にうまく、ね、あの時間を 調整してたりとかする人にとったら寄るシフトね人によったらすごくありがたいと思うんだけど自分の体的には夜シフトは合ってなくてそうだからやっとずっとやってんのにねそうまあもう慣れてるけどね別に嫌だとかじゃないけどただなんかブレン1人暮らしだったらいいかもそうだねでもブレンと一緒に住んでブレンは自分と真逆のスケジュールだからそれを考えるとちょっと面倒くさいかもって思っちゃう。 ねまあ、朝とかねそういうこと、ね、話したりとか一緒にご飯食べたりできるのいいんだけど、うん、でもねやっぱり夜いないと、まあ、自分もなかなか出かけない外に何、うん、か一人でね出かけるのそんな好きじゃないから、うん、でねだからそうなっちゃうけどしかもね友達とその遊ぶ時、うん、そのスケジュール調整とかが難しいけど、うんうん、ね,ねだって朝シフト だと自分もパッて早く起きるじゃん。で、うん、ブレもパッて起きてるじゃん。そうね、でも自分がよろしい二人だと結構朝十時とか十一時までたまに寝てたりとかするから、うん、でブレもつられてなんか朝すごいだるだるってなっちゃうんだよねう、まあ。ね、そう。つられるのはほらなんか夜帰ってくるのがなんかまあ最近はそんな遅くないけど前はなんね二時とかだった。うん、そうだね朝。深夜二時。うん、だったからでもなんかまあでも性後に会いたいからじゃあ起きてるかってなって、うん。<laughs> でなんか寝ようとしてもねやっぱり帰ってくると音がするから起きちゃうじゃんもうしょうがないことだけど、うん、だからそれでなんか2人ともちょっとスケジュールがおかしくなるね,ね寝不足になってね、うん、次の日ちょっとだるいってなって、ね、頑張ったねそう,ね <laughs> ねそ,うそのね夜シフトが今日このポッドキャストを撮ってる今日で終わりですはい、はい、明日からは朝シフトにうん、うん 明日休みそう明日休みいただいて <laughs>、ね、そうでももうずっと朝シフトになりますはいイエイイエイはいじゃあこんな感じで今日のポッドキャストは終わりにしたいと思いますはいはいそう皆さんも夏楽しんでください日本はね結構なんか最近だと寒くなったり雨が降ったりとか多分梅雨なのかな梅雨かもね,ねそうでも梅雨明けるとすごい暑いからね,ね日本は そのあと台風でも台風もなんか来てたってなんかコメントあった、ね、そうそうあ,あったあったあった大変ねなんか変な時期だね,ねなんかいつも9月とかの8月終わりのイメージだけどそうだよね,ねでも時々あるよねあるある、うん、でそのあとがちょっと涼しいじゃんうんうん、ね、でガーって,暑く,って、ね、っ暑くなってそう <laughs> ねえ、ね、また暑い夏の日本行ってみたいけどなねねえ まあいけるといいな。いけるといいね,ね。はい。ってことで、じゃあ、私たち、ポッドキャスト以外にも、YouTube、Instagram、Twitter などもやってるので、そちらのチェックもお願いします。はい。あとは、こちらのポッドキャストのシェアもぜひしてみてください。はい。じゃあ、皆さん、また次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは、良い一日を。良い週間を。<laughs> バイバイ。<laughs> バイバイ、またね。バイ。じゃあね。